新潟市立、黒崎南小学校は、新潟県新潟市西区木場にある公立小学校。新潟市立、黒崎南小学校は、明治初期からの歴史を持つ旧木場小学校、旧遺体小学校、旧黒鳥小学校の参考統合により、平成16年4月に開校した。校区は、水田耕作を中心に、全国的に知名度が上がってきた黒崎茶豆の生産が盛んな。 農村地帯で比較的規模の大きな農家が多い地域である。統合した参考の校区はそれぞれの地域文化を持っており、児童は地域住民の指導を受けながら伝統芸能の継承に取り組んでいる。学校伝での田植えや稲刈りに加え、黒崎、茶豆の苗植え、収穫を学校行事や総合的な学習に取り入れて特色ある学校づくりに努めている。 平成29年度の児童数は151名。仲良く平成16年の参考統合による本校創立からみんなで助け合って学校の新たな興風や伝統を作り上げていくことを第一に位置づけている。優しい気持ちで相手を思いやり、助け合っていく子供の育成を目指している。やり抜く諦めず最後までやり抜く子供の強さを育てる。 辛い時にも目標に立ち向かう強い心を持った、たくましい子供の育成を目指す。高まる子常に向上心を持って自ら学ぶ資質の育成が、これからの時代を生きる子供たちに必要である。しっかり話を聞き、わかるまで考え、自分の気持ちや考えをはっきり伝えることができる子供の育成を目指す。黒災難小学校校渉は、 開校にあたって3校の児童から募集した図案を元に制定された。校区が木場、北場、著立、遺体、黒鳥の子地区で構成されており、全国的に知名度が上がってきた黒崎茶豆の生産が盛んな農村地帯であることや、皇帝を取り囲むように植えられた桜などがデザインに生かされている。公明でもあり学校所在地の旧字名でもある南の文字を 桜の花びらの中央に配置し、それらを旧三小学校統合の輪を表す三粒入りの枝豆5つで取り囲んだデザインとなっている。ありがとうございます。